モノレールだ。乗り物いっぱい、遠足だね。あ、強そう。研究所に到着。クレア単価濃い、惚れてまうわ。こうの機械かわいい。イエーイ、炎上商法。そんなことするからリッカーくんブチギレ。2階の木ワクワク。クレアちゃーん。はい、どうも、テクタンと申します。バイオハザード2実況プレイパート12始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、パート10からぶっ続けで撮っているんですけれども、前回ね、あれ多分リッカーくんよね。リッカーくんに、2匹のリッカーくんに、やられました。ライター持ったっけ私、あ、持ってるね。で、もう一回挑みたいんやけど、死んじゃったんで、ヒューズとかのね、やつ、まだできてない状態なんですよね。おそらくまだ、ここね、真っ暗なんやけど、とりあえず、もうね、まず、リッカーくんを最優先で、やっつけてしまってから、それでちょっと、進めていこうかなって思います。とりあえず、もうグレネード弾持って、火炎弾持って、バンバン撃ったら、なんとかならんかな。このなんかガス出してる方がいいんかな。あ、ちょ、これはまあ前読んだからいいでしょう、これね。あ、ちょっと待って、防用ガス散布装置って書いてあるけど、防ってこれ何やったっけな、バイオ、なんか悪いやつやね。私多分大丈夫やね。ゾンビ用のやつやね。これ読む？一応読んどくか。仮ユーザー登録方法ゲストのやつね。多分私は大丈夫なよね、これ。私は毒ならへんのよね。まあ、こいつをね、もう一回燃やしておいて、シャー！なんか電気すごい明るいね。そんなんやったっけ？で、これで、待って、私、グレネードランチャー、装備してない気がする。もしかしたら死んでる可能性もあるけど、念のために装備しとく。いや、いるじゃん！早くもコーション。騙された。騙された。これ結局何を散布してるん私。ここ何があるんそして。なんかあるやろさすがに。なんもないんやったら来た意味なさすぎじゃない？あ、なんかある？あ、インクリボン？え？っていうか、なんで私インクリボン持ち運んでるん？機械などはすべて使い物にならない。鍵を外した。これでお外出れるやろ？これ何？グレネード弾の弾があるんか。え、キーアイテムとかはない？え、ないんか。火炎弾3発を引き換えに手に入れたわけやけど。まあ、いっかー。まあ、いっかー。普通のやつ装備しとこ。それじゃあ、向こう側、青い方に行って、メインヒューズをね、手に入れて、ここを戻ってこようかな、と思います。電力供給しようかな。さあ、これでシャッターがね、いっぱい開けれるようになったと思うんですけれども、あまりにも今荷物が多いんで、大したことはしてないんですけど、うちじゃない。セーブもしちゃおうかな。まあ、インクリボンがね、今15個あるからね、もう、増えていく一歩、今15あったよね、確か。
ほら、増えていく一方やからね。さあ、これ、戻ったら、また、いっぱいおるよ。はい。撃つよ、撃つよ。どんどん撃て撃て。撃て撃て。ナイスー。ほい。当たった？当たってないね。よいしょ。近い。ああ、壁に当たってる。絶対壁に当たった。あ、あ、あ。ほい。あ、あ、あ、あ。もう一人おる。ああ、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 近い、近い。まったくもう。よしよしよし。じゃあ、セーブしよう。今どういう状態？私。ああ、まあ、コーションやったらいっか。コーションやったらいっか。とりあえず、どうしようかな。まあ、グレネード弾は置いとっていいし、ライターももういらんやろう。ああ、調合したこのハーブだけ持って、で、まあ、一応持ち歩いて、もし万が一ね、なんかヤバそうとか荷物が多いんやったら、あの緑と緑のハーブからね、食べちゃおうかなと思います。よし、じゃあこれで多分シャッターが開くようになったりとかしてると思うんで、先にね進んでいこうかなと思います。パート12とかさ、結構な、そっちじゃないよ。結構なラストじゃない？これヒューズでももう開かへん、もしかして。そういえば、前回も、あ、ちょっと待って、でもここのなんかパネルとかなんかない？あ、特にないね。前回も確かね、ヒューズ入れてからこのエレベーター見たよね。よしよしよし。さあ。シャッターを。研究室におるさあ。ゾンビはみんなあのすっぽんぽんのやつなんかな。多分そうなんかな。研究室では服を着たくないぜっていう、まあ、開放感あふれるそういうゾンビたちなんだと。あ、ここかな。あ、いた。わあわあ。待って待って待って、当たってます？あ、やめて。待って待って、あ、デンジャーじゃん。これでもコーション か、 なんか植物っぽいからこれが効くんちゃう？うつまを与えて。オレンジコーションそうよね。多分植物やから火炎弾がいい感じじゃないの。これ外出えへん？あんなんがうろうろしとんかな。嫌 やなあ。あ、草、草あるじゃん。え、なんか黄身食べてるみたいでなんか嫌やな。え、これ組み合わせてもう食べちゃおう。あんなにあった火炎弾がまたなくなっちゃうじゃん。もう食べます。オッケー、元気、イエーイ。これで下に降りれるわけか。はしご長ない？ごっつ下まで続いとるように見えたんやけど、気のせいかな。わーわー、うねうねしてますね。さあ、これで、研究所の1階？ 2 階？ 1 階？地下1階？初めて。あ、地下5階？そうなんや。うー、聞こえへん。もしかして。持ち物足りんかな？え、ちょい言うとるで。これ、リッカーの音じゃない？
掘る。あ、足音立てちゃダメ私。え、でもまだ一匹おるで。ちょっと待って、これ道路どうなってる？普通にまっすぐ行ってその広い場所やんね。リッカーとかやったらさ、あ、リッカーじゃん。あっちの方が良かったんじゃないかな、あの硫酸弾。もう一匹おらへん？おるよね。ちょっとなんかアングルが悪いです。痛い痛い。結構使っちゃったよ。絶対硫酸弾の方が良かったな。まあ硫酸弾はまた持ってくるか。はあ、オレンジコーション。まさかここに来てこんなに苦戦するとは。前のハンターみたいにもう湧いてる感じなんやね、リッカーが。ネチョネチョ言ったらなんかリッカーっぽい感じするよね。あ、でもなんかそのネチョネチョがもうなくなってきたよね。だって、あ、懐かしい。 D スクの差し込み口があるモニターに表示が出ている。ゲートを開けるにはチェック用の MO ディスクことモディスクがいる。ああ、同じとこ見たね。またあるんやね。なんか若干ネタ言うたら怒られるけど、被ってるとこがあるんやね。あ、ここの、ゲートを開けるためのモディスクってことね。オッケーオッケー。もうネチョネチョ音聞こえへんから当分おらへんね。オッケー。いや、3匹おったんか。あ、なんか炎上になっとる。さあ、ここは？ここは何やろ。え、なになに？別に特になんもない？あ、モニターやん。監視ルーム？え、なんか言うような情報とかないんかな？あ、ない？研究所の地図。わあ。あ、なんか、あっこさ、左上のとこ青くなっとるけど、鍵、いる感じ。あー、4階は、ま、だいたい、行ってる感じかな。あ、アイテムボックスじゃーん。タイプライターもあるじゃん。これセーブしとこう。え、どうしよっかな。ちょっと硫酸弾まとめるか。硫酸弾、あれ、硫酸弾をまとめて、グレネード弾もまとめちゃおうかな。あんまりなかったけど、これね。で、グレネード弾も預けといて、硫酸弾持ち歩く。ボウガンの使い道がいまいち分かれへんねんけどさ、いつ使ったらいい？これでさ、良くない？セーブしよう。インクリボンは、置いてないんか。まあいいでしょ、こんだけあるし、セーブしても。じゃあ、ここにとりあえずセーブして、まだ、うん、時間があるので、ちょっと進もう。オッケー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 。来たはいいけど、上のとこさ、探索、青いとこ仕切れてないけど、進んでいいんかな。何預けたんやったっけ、インクリボンや。まあ、どうせ戻ってこなあかんし、とりあえず進んじゃうか。進んじゃおう。はぁ。あ、何も聞こえない。オッケーオッケー。ここどんな道？あー、とりあえず、その右手がなんか青い。ね。え？え？なにこれ？巨大な卵。誰の？カードで開くドア。あ、そういうことね。鍵というかカードキーね。何の卵？恐竜？なんかゴッツでかいけど、何これ？なんかあるよね。あ、レッドハーブか。うん、でもいいや、とりあえず持ち物乱発するし。緑のハーブ自体があんまないんだよね。
このドアは入れる。なんかこういうでっかいドアって怖いよね。地図開こう。はい。あ、でもなんか狭い。え、その緑のなんか縦線？横線？なんなんやろ？え、なにこれ？え、なに？あ、救急スプレーもらっときます。うわぁ、またなんかやばい敵出てくるんかなぁ。救急スプレーが置いてくれてるし。これなんなんやろ？全然何かわからへん。この、これ何？これろ？え？え？え、なんか左見えへん？左さ、なんかすごいゆらゆらしてるの見えるんやけど。わかる？あの赤い窓の上のとこ。固く閉ざされている。鍵があれば開けられそうだ。それがそっちにあるってことね、その黄色いドアのとこ。なんかおる気がする。硫酸弾にしとこうかな。オッケー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 。こうやって入れ替えれるんやね。私知らなかった。いつから？これ絶対おる。うわ。そういうこと？誰？誰？何や？普通のゾンビやん。無駄遣いしちゃった。ただのゾンビはリッカーやと思ったのに。そういうタイプのゾンビかい？なら怖くない。遠い！ちょっと遠い！お、血が出てますね。まだいる？一匹しかいないの？結構いましたね。結構いたわ。あ、なんか赤くなんか光ってる。なになに？鍵？カードキー？ちょ、拾えないんだけど。はい、拾えた。お、ラボカードキー。よしよし、それでさっきの卵のところが開くね。はい。あ、研究室の人や。白衣着てる。私も白衣持ってたよ。ちょ、これはもう、頭を踏みましょう。えい。カエルの解剖するときとかね、白衣着てたけど。これは何？ワクチン製造機。ワクチンベースをセットする蓋が開いて、ワクチン？何の？あ、これ、完全に研究室みたいな感じなんか、顕微鏡置いてあるもんね。うわ、楽しそう。え、ここってそれだけ？カードキーだけ？特になんかあとはなんかなさそうな感じやけど、多分探索はママかな。激甘探索ちゃんかな。え、何より、様々な薬品が並べられてある。一体ここでどんな実験が。ここでもあれちゃん、あのウィリアム・バーキンがさ、あの自分に注射打ったとこ、なんかそんな気がする。あっこの鍵を開ける鍵はなかったっぽいけど、ここはただの通路ってことかな。あー、こいつらに硫酸弾使ったのがもったいないな。鍵があれば、鍵はないです。え、これでも大体のところいけたかな。ちょっと待って、もう一回マップ見して。あ、アネット、どうしたの？よくもウィリアム、許さない。あー、ごめん！確かに倒したけど。Wait！ 私が作った G のサンプルよ。あ、アネットも作るの？もう誰にも渡せない。別にいらんけど。証拠としているんかな？夫の残したこの偉大な研究を、今から私が受け継ぐわ。こっちはグレネード弾持ってるんやで。待って、やめて、シェリーが危ないのよ。シェリーが宿主にされて、もうほとんど意識がないわ。このまま放っておいたらシェリーは。何ですって？え？ウィリアム。え、大丈夫？え？あ？え？え？まだ生きてたん。ウィリアム生きてたのね。ほんまに。え？あら。え、今からバトル？もう言わんこっちゃないな、もう言うてる。あ！あ、よかった。今からバトルかと思った。アネットさん！
Gが、ウィリアムが生きてる。彼はさらに強く成長してるわ。G 割れてるやん、シェリー。お願い教えて。どうすればシェリーを。アネットは助けへんで言うとるみたいな感じ、なんか感じしてるな。G の抗体の作り方が書いてあるわ。それ私もじゃあ飲んだらいいんか。対 G 用抗体源、G ワクチン、デビル、デビル。G ウイルスに感染し、発病した生物は体内で作り出す肺を他の生物に産みつけるという方法で自己複製を行うが、産みつけられた肺は宿主の激しい拒絶反応を受けない限り、十分な近い時間をかけて宿主の体と徐々に融合を続け、やがて宿主の体を自らの細胞組織とすべて入れ替え、え、怖っ！細胞組織とすべて入れ替えて怖ない？完全な G 生物として生まれ変わる。成熟するまでの期間は宿主の個体差によって様々だが、肺と宿主の細胞融合過程において早い時期であれば特殊な抗原体を投与することで G 生物化を止めることができる。この抗原体の生成方法は以下の通り。ワクチンにはワクチンベースが必要となるのだが、これは活性処理器バムで用意する。どれのごと？まずワクチンベースを収納するためのカートリッジをバムにセットし、機械を作動させる。一定時間で処理は終わり、白色のワクチンベースが自動的にカートリッジにセットされるので、緑のランプを確認したら、あとはカートリッジを取り出し、次の段階と進む。ワクチンベースが用意できたら、これを P4 レベル実験室のワクチン生成器にセットし、生成処理を行う。生成器はコンピューター制御されているため、スイッチを押すだけで自動的に生成プログラムを起動。およそ10秒ほどで、生成処理は終わる。以上の工程を経てデビルが完成する。このワクチンは少しの衝撃や温度変化で変質してしまうため非常にデリケートに扱うことが必要である。え？じゃあ、武器とかもやばいってこと？っていうか、それまでの段階、話が全然わからへんないけど。まあ、おいおいいけるか。娘を助けて。そして、悪いままだったけど。愛していたと伝えて。ああ。アンネット。爆破装置？最下層のプラットフォームから非常車両で脱出してください。え？ちょっと待って、これやってないんやけど。今は使う必要はなさそうだ。いや、いるって、あ、いるよね。え、これってもうなんかエンドじゃない？え、私探索してない部屋とかあるんやけど。ほなに？わあ、なんか変な音。これさ、虫って燃やした方が良さそうじゃない？わからんけど。え、燃やしていい？いや、ナイス。え、これはコンピューター動かせない。え、これも燃やす。イエーイコンピューター動かしますか。もうちょっとなんか落ち着いた状態でやりたかったな。あ、バイオ実験室のやつか。これあれやろ、あのゲストってやつやろ。ゲーストとエンター、指紋を登録してください。指紋登録してん。24時間の有効どこにあるんそれ。え、これでいいってこと？こいつ何？これ何？なんかとりあえず燃やしちゃったけど何やったん。でも爆破装置って言われましてもね。まあまだでもなんか普通にゆっくり探索できるかな。あのバイオ1の時もほんまのギリギリになるまでそんなに何も言われへんかったから、とりあえず、あ、ね、なんか持ってない？なんもないか。あ、ここです。どこでセーブしたっけ？ここか、ここでセーブできたかな。今タイプライ、あ、そっかそっかそっか、ここアイテムボックスもあったんか。
じゃあまあセーブ分けてることやし、これいるんかな、もういらんよな。セーブしちゃって、まあ、最悪なんか変なエンドになった場合は違うセーブ読み込んで、分けてるしね、もう一回探索し直してちゃんとしようかなと思います。じゃあね、まあ時間もいい感じだと思うので、この辺りで終了しようと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。